今日は省エイオープンフェイスヘルメットのニューモデル J クルーズ2のレビューをお送りしたいと思います。J クルーズといえば日常使いからロングツーリングにまで対応する高機能なオープンフェイスヘルメットとして愛用者も多いと思います。実は私もその一人なのですが、その J クルーズがニューモデルになったということで、今回はこの J クルーズ2がどのように進化しているのかじっくりと味わってみたいと思います。それではいつもの通りこのモデルの特徴装備などをざっとご紹介します。はい、いかがだったでしょうか。まず最初に目を引くのは全体的なフォルム、デザインが大きく変更されたということだと思います。そして着用した時の違いとしては、まずこれはかぶってすぐに分かることだと思いますが、通常ホールド感を上げてしまうと耳周りもややタイトな印象になることが多いわけですが、この J クルーズ2の場合は耳周りがゆったりとしている上にホールド感が優秀ということで、これはちょっと不思議な感覚だなと思いました。このあたりももしかしたら J クルーズ2の大きな改良ポイントと言えるかもしれません。今私はちょうど80キロでゆったりと流しているんですが、少し速度を上げてみたいと思います。今風の音の変化をお分かりいただけたでしょうかね。ヘルメットに当たる走行風が増えることによってわずかにノイズレベルは上がるんですが、それでもですね、実際に被っているとほとんど増えないと言っても過言ではないぐらい、これぐらいですね、この J クルーズ2は速度が高い領域においても静かなんですよね。この静粛性の高さは前作 J クルーズよりも明らかに上だと感じられます。今100キロで巡航しながらこのように首振りをして、さまざまな角度でヘルメットの安定性を確認してみたんですが、まあ、このように横を向いた時だけ若干このシールド周りに抵抗感を感じるものの、それ以外の角度では本当にヘルメット自体がビシッと安定しているという感じですね。それと100キロまで速度を上げたので、このヘルメットに当たる走行風もかなり増大しているはずなんですが、80キロで走行しているのとあんまり感覚としては変わらないんですよね。このあたりに向上した空力特性の効果が感じられます。実はですね、このヘルメットの防体というかシェル自体が相当小さくなったんですよね。
特にですね、この横方向の幅ですね、この棒体シェルの幅が小さくなった関係で、このように走っていても、まあ、前方から受ける走行風が相当少なくなったというか軽減されているというか、そういった印象なんですよね。また先ほどこのように首振りをした時に気づいたんですが、このヘルメットの開口部自体もそうですし、あとこのヘルメットの後端部ですね、このスポイラーを兼ねているちょっと切れ上がったようなこの独特のフォルム、このフォルムによってですね、今日の私もそうなんですが、少し襟の高い上を着ていても、この首振りをした時にですね、特にこの首筋のあたりですね、ウェアとの干渉がないので、非常にこう首振りというか安全確認しやすいんですよね。触ってみても、このウェアの襟とこのスポイラー形状のこのヘルメット後端部とクリアランスがあるんですよね。これはかなり快適だなと感じられます。省エイの J クルーズ2を着用していつものワインディングを走り始めました。今日はですね、ご覧の通り非常に日差しが強い日なんですよね。なのでこの J クルーズ2の大きな特徴でもあるインナーサンバイザーを下ろしてみたいと思います。はい、J クルーズでもこのインナーサンバイザーの大きさに関しては私は特に大きな不満を持つことはなかったんですが、この J クルーズ2ではこのインナーサンバイザーの特に上下方向ですね、高さというか長さ、これが5ミリほど拡大されているということなんですよね。このようにですね、カットもちょうど鼻の部分を避けるようなカットがこのインナーサンバイザーにも施されているわけですが、かなり下まで降りてくるんで、今ですね、このように直射日光、太陽の方を今見ているんですけれども、もうほぼ視界の全域にわたってこのインナーサンバイザーによってカバーされているという感じなので、全く眩しさを感じないんですよね。またこれから冬を迎えてだんだん太陽の位置が低くなってくると思うんですが、こういった時にですね、この拡大されたインナーサンバイザーというのはとても効果的に眩しさを抑制してくれるのではないかと思います。またこれも GT Air 2で採用された装備ですが、このインナーサンバイザーのホルダーを固定するためのレバーがこの部分に設けられているんですね。これによってとても簡単にインナーサンバイザーを着脱できるということで、これ実際やってみるとものすごく簡単になったんですよね。なのでインナーサンバイザーのクリーニング結構面倒くさがってやらない人も多いと思いますが、ぜひこの J クルーズ2を手にした場合はインナーサンバイザーのクリーニング積極的にやっていただければと思います。そしてこの J クルーズ2、このシールド自体は J クルーズから引き継いだもので全く同一のものとなっているんですが、実はですね、このピボット周りがかなり改良されたんですよね。まずですね、実際に操作してみたいと思います。はい、このようにですね、開閉操作がとても軽くできるようになっている、これも大きな特徴だと思います。そしてもう一つ、この J クルーズ2ではこのピボットの改良によって、今ちょっとやってみますが、このように微回ポジションが新たに設けられたんですね。オープンフェイスタイプのヘルメットで微回ポジションというとピンとこない方も多いかもしれませんが、実はですね、この J クルーズ2というのは J クルーズ同様、このシールドの高さというかこの上下方向の長さが結構あるんですよね。これによって良好なウィンドプロテクション効果が得られたわけなんですが、まあ、それゆえですね、この口元をカバーする面積が大きいので、まあ、例えばですね、今朝もそうだったんですけれども、気温差が大きい状況や、もしくはですね、誤って口で呼吸してしまうと、この口元がやや曇りやすいという傾向があったわけなんですが、そんな時にですね、この微回ポジションをこのように開けることによって、ちょうどシールドのこの横の部分からですね、エアーが流入するようになってるんですね。これであっという間にこの口元の曇りも解消できるということで、ちょっと目立たない装備ではあるんですけれども、実際使ってみるととても便利だと思います。それではベンチレーション、今峠道というかワインディングなので速度は低いんですが、ちょっと試してみたいと思います。まずはセンターのアッパーエアインテークを開けてみたいと思います。今速度はだいたい50キロぐらいなんですが、これでもエアがかなり流入しているのが分かりますね。次に両サイド開けてみたいと思います。
で、もともとこのインナーサンバイザーを採用しているジェイクルーズ2のようなモデルというのは、ちょうどライダーの額の部分にはインナーサンバイザーの格納スペースがあるので、ベンチレーションを設けることができないんですね。にもかかわらず、このようにベンチレーションを全開にすると、あたかもこの額の部分にもベンチレーションがあるかのような、まあ、それぐらい強力に効くんですよね。これはとてもすごいことだなと思います。またこのアッパーエアインテークが3分割されたことによって、季節や状況に応じてベンチレーションの使い方のバリエーションが増えたというのも歓迎すべきポイントだと思います。次にこの J クルーズ2の大きな特徴となっているのが、ネオテック2や GT エア2と共通する装備ではありますが、セナと共同開発した専用のインカムがビルトインできる構造となっています。で、高速道路上で私はこの J クルーズ2がかなり軽く感じるとコメントしてきましたが、もっと具体的に言うと、この後頭部周りを中心に軽くなっていると感じられるんですよね。今日は使っていないので想像の域を出ませんが、仮にそのセナのインカムを使ってリチウムイオンバッテリーをこの部分に格納したとしても、それを相殺してあまりあるぐらい、それぐらい軽くできていると感じられるので、セナのインカムを装着した場合も相当バランスよくこのヘルメットを使用することができるのではないかと思います。はい、それでは最後にこの J クルーズ2のちょっと気になるポイントもコメントしておこうと思います。まずは価格ですね。確か前作の J クルーズの価格、税引きで 44,000円だったと思うのですが、今回の J クルーズ2は 49,000円ということで、いよいよ5万円目前、税込みだと5万円を完全に超えるということで、かなり高価なヘルメットになったなという印象ですね。ただ前作 J クルーズはピンロックシート、ピンロックエボレンズがオプションだったと思うので、まあ、この価格が3000円ほど、今回の J クルーズ2に関してはそのピンロックエボレンズが標準装備になっているということですから、実質的には税引き価格で2000円ほどのアップということになるのではないかと思います。まあ、進化のポイント、改良点も多岐にわたるとは言っても、税込み価格で5万円を超えるとなると、まあ、ちょっと考えるなという方も多いのではないかと思います。またですね、これに関してはおそらく賛否両論あるのではないかと思いますが、先ほどもコメントした通り、この J クルーズ2はセナと共同開発したインカムがビルトインできる構造になっているがゆえに、おそらくですね、他社製のインカム、工夫すればつけられないことはないんじゃないかとは思いますが、他社製のインカムを装着するのはやや苦労するのではないかと思います。まあ、この点に関してもネオテック 2GT エア2の時もコメントしていますが、他社製のインカムも装着しやすいような一工夫があればなお良かったのではないかと思います。はい、ということで今日は省エイのオープンフェイスヘルメットのニューモデル J クルーズ2のレビューをお送りしてきましたが、先ほどからコメントしてきた通り、前作の J クルーズと比べるとこの J クルーズ2はかなり進歩したなという印象なんですよね。それに伴って機能性、快適性もアップしているということで、特に J クルーズを今愛用しているという方はぜひ店頭でこの J クルーズ2試着テストしてみていただければと思います。